その作家の園綾子さんのアラブの格言という書物の中にイスラム圏の言葉がいっぱい出てるんです。まあ、その中に断食して祈れ、そうすると必ず良くないことが起こるだろうっていう格言があるんですよ。これ私書き間違ってません。若干一文字ぐらいちょっと違うかもわからないですけど、大枠間違ってないんですよ。これ特にイスラムの方なので、1日に5回ぐらいメッカの方を向いて礼拝なさるんですか。それから、ラマダン月とか言って、その、まあ、100% の断食じゃないみたいですけど、それでもね、1ヶ月ほどの間か断食の期間だって、例えば内紛とか戦争とかしてても、イスラムのラマダン月の間は停戦しようとかいうぐらいじゃないですか。そんな断食月があるわけですよ。その間断食して祈るわけですよ、イスラム圏の方は。そうすると、はい、良くないことが起こるだろうって言ってるんですよ。そういう言葉があるんです。我々多くの日本人、一般的にここに来てる皆さんはちょっと違うと思いますけど、一般的にですよ、今コロナの状況でも全国各地のお寺神社仏閣、初詣どうするんやとかね、感染対策を万全にして行いますとかでやって言うじゃないですか。なら報道の方もね、インタビューするじゃないですか、あなた何をお願いされましたか、私今年受験なので受験に合格するようにお願いしてきましたとか、いやコロナ禍でもうちの商売なんとか行けるようにお願いしてきましたとか言うでしょ。神や仏にお願いしたら自分にとっていいことがあるようにお賽銭今年張り込みましたとか言って言ってるわけでしょ、我々多くの場合はね。ところがイスラムの方は良くないことが起こるっておっしゃってるんですよ。それはまあ、これは今回の伺っていく「歎異抄」とも非常によく、まあ、本質的に、まあ、重なる部分なんですけど、我々の願いを叶えるのが宗教なのかって言ったらそうじゃないんですね。神社仏閣に何かお金を払ってお賽銭をあげて、こっちお願いしたら自分の希望の通りに、希望の通りにならなくてもそれに近いようなことがもたらされると思ってる節が日本人我々一般的に多いんですけど、イスラム圏の方はそうじゃないですよ。アラーに信仰するっていうのは自分の思い通りになるために信仰されてるんじゃないですよ。私はイスラム、まあ、教徒というかイスラムの人間としてアラーに仕えるのはこれも当たり前なんだって言うんですよ。その上で日々なんか不都合なこととか、コロナで大変なこととか降ってくる、なんぼでも降ってきますよと。降ってくるけれども、それを真受けにすることもあるし、戦うこともあるかもしれないし、逃げる時もあるかもしれないし、なんかこう聞き流す場合も出てくるかもしれないけれども、そういう現実の日々を生き抜いていく強さの根本はその信仰によるんだということを言ってるんであって、決して自分の望みを叶える道具に信仰しているわけでは決してないんですね。それが向こうの方々はもう当たり前としても根付いてるんです。一方、我々はですよ、まあ、ここはちょっと別ですけどね、多く一般的には、さっきの初詣に来るインタビューの方々に、ね、インタビューしてるの、その通りですよ。こうしたらうちの家庭内がギスギスしているのが神さん仏さんにお願いしたらよくなるんです。それは私たちの思いなんですけども、それを言ってるんじゃない。これは、ね、何を言ってるかと言いますとですね、宗教を得てして道具にするんです。はい。私の願いを叶える道具に、宗教を道具にツールにするんですね。ということは、道具っていうのは使われるもんなので、使う人の方が上なんですよ。宗教は人間、私の使う道具の一つになってるんです。そういう場面が得てしてよくあるんです。でもこの歎異抄で言っていること、まあこのこれもなんですけど、この教えは自分より上なんですよ。道具じゃないんです。こっちが教えを仰いで言ってるんですね。そこの混同が実はむちゃくちゃ微妙なところなんですね。信仰、宗教というのは道徳とか常識とか倫理とかと違って、宗教っていうのは
どういうとこが違うのかというのは、実はそういうふうにちょっと見えにくい部分があったりするんですね。そういう問題を根本にはらんでいて、それをけじめをつけたいと思っておられるのが、この「歎異抄」という書物だと、大体ちょっと最初に思っておいていただきたいんですね。はい、ちょっと最初から熱く申しましたが、白丸1ページの白丸にですね、歎異抄は聖書と並んで最も人々に読まれている宗教書、特に日本人においてはですね、と言ってもいいかもしれませんね。無人島に一冊持っていくんだったらとか、哲学者の西田喜太郎は臨済録とこの歎異抄とあればいいとかおっしゃったとか、ね、いろいろ伝わってますけども、それぐらい広く読まれています。大きな本屋さんに行きましてね、大きな本屋さんで棚が図書館みたいに番号ついて並んでるじゃないですか、ね、もしじゃあ整然と図書館のように番号で整理されて並んでるとこ行ったら、番号の割と若い方に哲学とか宗教とかいう棚がありましてね、宗教の中にも仏教とか、あるいは親鸞とかね、歎異抄とかいう欄があったりもしますよ。そこにいっぱい本が出てます。歎異抄に関する注釈書がいっぱい出ています。でもその歎異抄の注釈書も本当右から左、上から下までいろいろあるんですね。まあ、これもね、ケチつけるわけ違いますのでね、それはいろんな立場からお読みになっていいんですが、私から見させてもらったら、よくもまあこんな理解ができるもんだなというような本だって実際あるんですよ。私からすればですよ。そんなんは今言うたらこの道具の一つじゃないかっていうのは書きぶりで書かれているような書物もあったりするんですが、それほどよく読まれてるけれども、実際やっぱり微妙なところが大いに180度誤解されているところもあったりするほどの、ある意味難しい書物だとも言えるんですね。はい、プリント続きまして、お書きになったのはどなたでしょうかという話なんですが、これは親鸞さんがご自身でお書きになった書物じゃないんですね。門弟お弟子さんのお書き物だというふうに出しております。ですから常におそばに仕えておられたお弟子さんが、親鸞上人は常々こんなことをおっしゃってましたとか、こんなことありましたとかね、そういうことをまあ聞き書き風に、あるいはレポートをまとめたようにですね、書かれてある、そんな書き物なんです。じゃあ実際筆を持ってお書きになったのはどなたですかということについては、実は正式にも 100% きっちりとは決まってないんですね。次の白丸に著者についてというふうにあって、黒ちょぼで、これね、土地の在所の名前なんですよ。川和田と書いて川田という、茨城県の、今日でいう茨城県の土地在所の名前なんですね。そこにおいでた唯円という方がお書きになったんだろうと、今日ほぼまあそういうのが定説であります。と言いますのは、原本っていうんですかね、オリジナルの本が一番最初の歎異抄っていうのが見つかってないんですよ。昔のことですからコピー機とかありませんので、みんなコピー、手で書いて書き写したわけです。だから最後の方に誰々これを写すとかいうふうに昔の本やったら書いてあるんですね。だからこれは写しの本だっていうことがわかるわけです。これは誰それが書き写しましたって書いてるから、そういうふうにしていくと誰々がこれを書きましたっていうのが見つからへんのですね。でそんなふうに書き写した、書写した本を遡っていったら、この本願寺派の御文章の蓮如さんが書き写した本が今のところ一番古いんです、時代的に、うん、でその他にも京都に大谷大学さんってありますけど、大谷大学さんとかに伝わってる書き写した本であるとか、他のお寺さんに伝わっている歎異抄の書き写した本とか、いろいろ伝わってるのを
こうすり合わせましてね、ちょっと書き写しの間違い、やっぱり人間のことやから出てきますし、字がちょっと違うとかね、そういうのをすり合わせて、一応例えばさっき言いましたこのこれらなんかはですね、その蓮如さんの本を基本において他の書き写し本とこうすり合わせながら、まあここはこうだろうなっていうことをね、いろいろ検討しながら活字化されているのがこれらの本であります。でこの時間もこの蓮如さんのベースになっている、これを注釈版なんかをベースにして文章を上げています。ですから皆さんがお帰りになって、もっとなんか、いやもっと読みたいわと言って他の本なんかを参考にしてみたら、若干字が違ったりですね、若干手によは違ったりとかいうところがあるのはそういう理由で、どれが正しくてどれが間違いですかとかいう、そういう問題じゃないんですね。はい、じゃあ1ページの上の川田の唯円さんなんですけども、その茨城県にお出になった唯円という方が親鸞聖人のまあおそばにもうね、カバン持ちのようにして多分ついておられたんだろうと思うんですよ。でその方が書いたとおぼしき歎異抄、この唯円という方はですね、本文中に3回ほど名前が出てくるんですよ。うん、そういうところもあったりして唯円だろうというふうに今日考えられています。ただこれ次1ページの後ろから2行目に明治中期までうんぬんって書いてますけど、実はですね、歎異抄という本がこれほどまでに有名になったのは、まあ明治の末ぐらいからなんだそうですよ。浄土真宗の教えっていうのは、例えば江戸時代にいっぱい多くの学者さんが出られてね、勉強研究を進めはったんですけど、さっきお勤めした後に拝読して、いつもここで拝読している光寿院徳龍という方のご法号を拝読してますが、あれも江戸時代の方です。だから江戸時代だったらそんな歎異抄ってあんまりみんなあんまり言うてないんですね。明治の末期ぐらいになってからですね、愛知県の方の方のある書物が非常に歎異抄を詳しく、まあ、調べておられるっていうのが世にだんだん広まってきましてですね、まあ、明治大正ぐらいからどんどん親鸞の原稿録として広まっていったという、そういう経緯があるんですね。唯円さんの お隠れになった、お亡くなりになったのはこの吉野の下市だという説がありますね。下市に本願寺派のお寺さんがあるんですが、そこに唯円さんのお墓があります。ちょっとお亡くなりになったところもちょっと諸説があったりするんですが、まあ我々ここ奈良県ね、関西で言うならば、その下市の龍光寺さんというところがですね、唯円さんのお墓が今日まで伝えられて